はい、深谷君、こんにちは。昨日までね、オリンピック毎日見てましたが。そうですね。まずちょっと感想。いや、もしかしたら選手より疲れたかなっていう。まあ、毎日それは俺と一緒じゃない。そうですね。我々あれですよね、毎日全レース見るから。だよね。疲れるんですよ。うん、でそれから練習どうしてたの？午前中は練習して、うん、まあ、午後からのセッションだったんで、うん、まあ、午前中はロード乗ったりトラック入ったり、うん、はい、でじゃあここに向けての調整はしっかり、まあ、そうですね、競輪用の自転車に乗る機会っていうのがあったので、うん、まあ、3回ぐらいは乗れたし、今までよりは乗ってると思います、うん、さあそして今回はね、いきなり、新田脇本と、うん、対戦と、うん、ファンの人としてみれば、うん、これはちょっと面白いなと思って見ると思うんだけど、本人はどう？まあ、自分もすごい楽しみにしてます、うん、やっぱりね、昨日までこう外から見てた選手ですし、うん、まあ、そこで中で戦えるってとても楽しみです、ね、まあ、彼はちょっと結果としては残念だったけど、力的にはね、うん、十分に俺は世界でも目立ってもおかしくないと思ったけど、うん、まあ、そうですね、本当力自体はすごい拮抗してたと思うんで、まあ、あとは本当オリンピックの、ね、うん、そういういろんな兼ね合いもあると思うんで、まあ、やっぱり実力はトップクラスだと思いますし、もうそれに対して競輪としては競輪の、ね、レースドリームレース走るんだけど、まあ、そうですね、本当そういう選手と戦えることがすごい楽しみですし、まあ、その選手を倒すっていうのもすごい楽しみなので、まあ、負けないように頑張りたいです、ね、まあ、基本は先行で戦いますみたいな、まあ、そうですね、でもやっぱり他の相手も強力ですし、まあ、何でもいろんなことを考えて、うん、まあ、自分らしい走りっていうのはその中でしていきたいです。深谷にとってオールスターのドリームレースってどんなレース？まあ、やっぱりグランプリと2つの2大レースだと思いますし、まあ、グランプリはただ強ければ出れるんですけど、うん、やっぱりドリームレースっていうのはその中でファンの人に選んでもらわないと走れないレースなので、うん、まあ、それもしっかり胸に刻んで走りたいと思います。今回ポイント制みたいな勝ち上がりだけど、うん、まあ、そうです、久しぶりっていうかあんまりないポイント制になるんで、まあ、でもいっそいっそ一着目指して走ってれば別に関係ないと思いますし、うん、まあ、頑張りたいと思います、ね、別の内に入っておけば、うん、もう準決勝いけるし、まあ、そうです ね、なるべく効率よくいきたいなと。そうですね、頑張ります、はい、では、ファンの皆さんに一言、はい、いっそいっそ精一杯頑張ります。よろしくお願いします。